じゃあお店のスタッフの方、普段働かれてる米谷さんです、はい、せっかく、ね、今来られたんで僕のブレインダイブ見てもらおうと思うんですけど、はい、米谷さんは例えばですけど小学校とか幼稚園の時に好きだった子、なんか初恋の相手って覚えてたりしますか？まあ、そうですね、はい、初恋。初恋だったら別に小学校じゃなくてもいつでもいいんですけど、ちなみに結構遅かったんで、はい、高校とか。あ、すごい。恥ずかしい。いやいやいや、ガチのやつですね。ガチの初恋。はい、ちなみに米谷さんの初恋の相手の名前は知ってますか？知らないですね。お店の方も分かんないですよね。誰にも言ってないですよね。 OK、じゃあその初恋の相手の名前を頭の中でちょっと強くイメージしてください。これね、よくあるやつだと思われるかもしれないんですけど、頭でね、しっかりこう僕にこうテレパシーで送る感じで名前に集中してほしいです。下の名前だけで大丈夫ですよ、ね、はい。名前は2文字、2文字じゃないですか。そうです、合ってます、はい、まあでもね、大体ね、3文字か2文字か4文字ですから、もうちょっと頭の中でイメージして、はあ、はあ、はあ、じゃあ、僕がせーのって言ったら一緒に言いましょうか、下の名前、はい、大きい声で、はい、言ってくださいね、はい、準備いいですか？うまく読み取れてたら同時に言えると思うんですけど、はい、いきますね、はい、せーの、まい、まい、まいちゃんですね、初恋の相手、合ってます、まいちゃん、合ってますよね、はい、これがブレインダイブ。では、はい、今度はですね、お店のドリンクを使ってちょっとブレインダイブやりたいんですけど、こちらが何でしたっけ、水、はい、でアイスティーで、ココナッツミルクのラテ、はい、でこれはコーヒーですね、はい、アイスコーヒーで、これが自家製のジンジャーエールですよね、はい、はい、まあ、普段飲み慣れていらっしゃるものだと思うんですけれども、今からやるのはですね、さっきはお二人の感覚をつなげたんですけど、下のお名前聞いていいですか？あっこです。あっこさん、はい、あきこさん、あきこです、あきこさん、あっこさんって今言いましたよね。そうです、はい、よく呼ばれてる、じゃああっこさんと呼ばせていただきますね、はい、あっこさんと僕の感覚をつなげるんですけど、はい、今度は味覚をつなげます、はい、なので一度また深呼吸してもらって、はい、で、あ、はい、お願いします。で、あっこさんは今だけ自分のことを僕だと思ってほしいんです。マジシャン新しい形式だと思う、で僕は自分のことをあっこさんだと思うんで、もう一度だけ深呼吸してください。お名前は誰ですか？あっこさんですね。僕は新しい形式です。でも今から2人の感覚をつなげます。そして味覚もつながりますので、さっきの感覚でしたけど味覚の方が一気に難しくなります。はい、では僕は今ここに座ってきます。でこっちで目を閉じときます。はい、見えないようにしますんで、アクさんこう5つのドリンクあるじゃないですか、目の前に。今なんとなく飲みたいなと思うドリンクを取ってちょっと飲んでみてください。はい、一つ飲んでみてください。はい、美味しい。あー、やっぱりでも炭酸がしっかりねしてますからね。なんかでもこれ自家製のジンジャーエールってこんな美味しいんですね。はい、多分飲んでるの自家製のジンジャーエールじゃないですか。正解。合ってます。すごいですね。合ってます。もう一回行きましょうか。目閉じますね。見えないようにしておきます。じゃあもう一つ違うのを飲んでください。どれでも結構です。はいはい、それを置いてじゃあもう一つ取ってください。で飲んでください。
最初なんかいい、これ香り良かったんでアイスティーだと思いますけど、今飲んだのは似てるようだけど違うな、あ、コーヒーですね多分。アイスティーからコーヒー飲みませんでした？合ってます。合ってます、はい、ありがとうございます。これ実は今味覚つながってるんですが、ただまあこれ動画とか見てる人は見えてるんで、誰かこの空間で誰かが教えてるんじゃないみたいなことを言う方もいらっしゃるかもしれないんで、中身が絶対見えないようにちょっとコップだけいいですか、コップを使うんですけど、コップを真っ黒、はい、中身が見えないコップですね。でこう中に入れてもらって、はい、入れて大丈夫です。で全部入れ切っちゃってください。で入れてもらって、でありがとうございます。でこれだと順番に並んでるので、もう絶対に見てる人にもカメラマンにも分かんないように、アッコさんがちょっと立ち上がってもらって、ここで混ぜてほしいんです。こんな感じで体で隠しながら、どこに何があるか分かんない状態にしてほしいんです。はい、はい、スタッフにもこの場所では誰も分かんないようにしてほしいんです。できました？じゃあ元の位置に座っていただいて、これではもう誰も分かんないですよね。ですよね、はい、では一つアッコさんコップ一つ取ってください。取ったら取ったと教えてください。はい、取りました。じゃあちょっと味わってください。飲んでください。わかります。あ、わかりますね。僕もわかります。美味しいですよね。僕もアイスティー結構好きなんで。はい、アイスティーですよね。はい、アイスティーです。当たってますよね。一応グラスに入れてもらっていいですか、本当にアイスティーかどうか。当たってますよね。当たってますね、この目のサラサラ。はい、ありがとうございます。では、もう一度だけ深呼吸お願いします。ラストもう一回だけやります。アコさん一つコップ取って、取ったら取ったと教えてください。飲んでください。はい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 、置いてもらって、もう一つ違うのを取ってください。取ったら取ったと。取りました？一度深呼吸を、今の覚えておいてくださいね。はい、どうぞ飲んでください。うんうん、もう一回飲んでもらっていいですか。はい、なるほど。多分最初は完全にコーヒーの香りがしたんでコーヒーで、今飲んでるのは自家製のジンジャーエールだと思います。おー、当たりました。当たりました、はい、コーヒーからジンジャーエール、多分一応入れておきましょうか。こっちがコーヒーでした。コーヒーですよね、はい、そしてこっちが自家製のジンジャーエールです、ね、ジンジャーエールです、はい、間違いないですよね。間違いないです、はい、ありがとうございます。あの自家製のジンジャーエール本当に一番最初すごい美味しかったです。本当になんか味濃いですね。濃いです、濃いです、はい、なんか生姜みたいな本当に入ってるんですかこれ。なんかね、ピリピリってまだしてるんで、はい、ありがとうございます。これがブレインダイブです。ありがとうございます。めちゃくちゃすごい大阪やな。マジでうわーすごい。ちょっと待って。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。 See you next dive。